何このドア。はい、軽音部へようこそ。うわ、昔の私だ。懐かしいな。てか、若っ。軽音部のラジカセ。さあ、お届けした曲、激しい声、最終不適、それからその気にさせないで、その気にさせないでキャンディーズ、そしてカルメン77ピンクレディーお届けいたしました。今ツイッター覗いたら、浮き丸ちゃんが私の元シュートカルメンです実はこれで吹き出してしまったんですがいやー、そうかそうか、そうきたか。あのメールで来てたんですけども、今日ね、あの軽音部のラジカセ100回放送目なんですあのつい最近気がついたんですけども、はい、記念すべき第100回放送おめでとうございます。三河坊部長と最高さん、リスナー様、本当にお疲れ様ですというメールをいただいてます。ちびたん66、日の絵馬万歳なんだそれ。三河部長の洗練された笑い声と選曲、部長を笑わすために頑張る下ネタ作家諸子下ネタ作家かかる名曲に意気中するリスナー、今年夏から参加して一発でハマりました。 DJ とリスナーのコンビネーションがこんなに素晴らしい番組は聞いたことありません。ありがとうございます。これからも105回を目指して頑張りましょう。5回だけかよすぐ終わるわありがとうございます。いやー、本当にね、100回目なんです実は。で、今日のテーマはあのとんでもない嘘をつかれた話ということなんですけどもね、はい、私の場合は嘘をつかれたって突然思いつかなかったんだけども、あの東京タワーのてっぺんのライトは俺がつけたんだよって昔おじさんに騙されたことがあってずっと信用してて、あの電気の仕事やってた人なんで、あれは俺がつけたまあ嘘だったんですけどね。それからあとはね、自分で嘘ついたのは高校生の時に、うちの高校ってすごくうるさくて、あの出席欠席がうるさい学校で、あの休むのもなかなか大変だったんです。あの中高一貫がある、一貫生もいる学校だったんですけども、あの卒業式の時に6カ年解禁ザッとか、たたさ、あの起立とかさで表彰されたりとか、3カ年解禁起立とか言ってさ表彰されたりとかして、あのそれがね 98% 6年3年解禁なんです。残りの 2% ね。それで寝坊してさ、まあ、今日休もうかななんていう時に、今日休ませてください、実はおじいちゃんが亡くなりましてとか、おばあちゃんが亡くなりましてとか、本当いけないんだけど、3年間で、まあ、全員亡くなりまして、最後に5人目を使った時があって、いやおじいちゃんが亡くなってっつったら、お前さ5人目だけど、いやあのおばあちゃんの内縁のとか、わけのわからないこと言ったことがあります。はい、全員健在でしたねそれからこの間ツイッターで、まあ、この話がこのテーマにするきっかけになった話なんですが、あのうちの子供にね、ママはフランス人、パパはボグネン人って言って、ちっちゃい頃言ったら近所に言いふらしやがってうちの母親に、それが遠回しにうちの母親の耳に入ってすごく怒られたっていう話がありました。あとそんなうちの旦那はうちの子供に、あの2階と1階で別々でこう住んでるんですけども、あの2世帯住宅ってやつで、1階からうちの子供が電話を、ちっちゃい頃ね、電話を2階にかけてきた。あんまりあの電話なんかまだ使ったことない声、もしもしとか言って、ママいますかとか言ったら、うちの旦那が電話を取って、ママを食べた狼だよしたら下で大騒ぎになってて、まあ夫婦ともども怒られたっていう親に怒られたっていう話なんですが、そんなことがありました。
はい、どんどん皆さんの嘘つき話をいきたいかなと思うんですが、今日は多いぞ、本当に本当に多くてびっくりしたわ。でもう一個びっくりしたのが、3人ぐらいからリクエストが来てた明石家さんまの真っ赤な嘘、このテーマにバッチリなリクエストだったんですが、見つからない見つからない見つからないのでメールをちゃんと読みます。金堂ちゃん、意外と嫌なこととか忘れちゃうもんで、騙されたってことは忘れちゃった、逆に騙したことは覚えてたりするもんで、テレビをあまり見ない後輩に、女優の山崎千里、 TRF のボーカル勇気って姉妹なんだぜって言ったら、すっかり信じて、これは信じるよねと思ったの。思って私もスマホで山崎千里って調べたら、 TRF って検索キーワードで出てきて、おかしくて、これは間違い、これは騙されるわね。数年後その話題が出た時に、あれお前信じてたのって言ったら、ガーンって顔してたわね。昔はよく言われたもんですよ、先輩はブリタニカの百科事典の大嘘つきの項に写真入りで載ってるってね、てへーだって。で、中条きよしの嘘と明石家さんまの真っ赤な嘘をリクエストだったんですが、見つからず真っ赤な嘘もう一人、先ほど あのカルメンのカルメンの嫁、浮き丸ちゃん、三河坊部長、全世界面白軽音部員の皆さん、軽ラジパンは部員番号2752のラジオネーム浮き丸だがね、風邪ひいとらんかしら、また寒くなるみたいだでね、みたいだでね、くれぐれも体を冷やさんようにしやよ。とんでもない嘘をつかれた話、なもないで思い浮かばんわ。私の住んでるスペインでは天気予報が全然当たらんで、いつも嘘つかれたような気になる、なるでかん。あ、そう、スペインの天気予報は当たらないそうですそうなんだ。浮き丸ちゃん、ありがとうございます。冬のリビエラか真っ赤な嘘だったんですが、見つからず、ごめんなさい、真っ赤な嘘にしようと思ったんですが、ラジオネーム親島、これちょっとね、親島なかなかね、シュッとするメールなんですが、今度の月曜日は今年最後の有給でお休みをいただく部員番号5963、ご苦労さんのラジオネーム親島です。ゆっくりしたいので起こさないでくださいそんなのこっちで連絡してくんな、とんでもない嘘をつかれた話ですが、我が子に嘘をつかれることはある程度予測ができるので、問題はあるけれど、そこまで目くじら立てて怒らなくても、あ、怒ってたわしょうがない。会社の社長から、親島くんは事務所に入ってもらって歯医者をやってもらいたいんだが大丈夫かな、うん、と2年前に言われ、はい喜んでと2つ返事で OK しましたが、したが、一向に事務所に入れる気配がなく、先日社長に直接聞きました。そしたら、僕は個人的に仕事の話をしないからそんな話はしてないと言われてしまいましたなんてやつだ確かに事務所に入ってほしいと懇願されたのに、手のひらを返したかのような態度に社長に対する全ての信用が吹き飛びました。今は不信感しかありません。仕事上で、しかも会社のトップから言われた言葉が実は嘘だったと分かった時は本当にショックでしたね。これはね、息子の受験が終わり、コロナが落ち着いてきたら転職します。もっと自分らしく仕事ができる場所を探したいと思います。いや、こりゃそうだわな、うん、トップが言うことは本当に、トップはこういう社員に唇を切っちゃいけないんだよね、やっぱり最後の話だからさ、トップは間違いを言っちゃいけないからね。そうか、真っ赤な嘘リクエストだったんですが、ごめんなさい。親島転職か、まあそれもそれでいいかもしれない、うん、なかなかでも厳しいけどね、時代的にね、コロナでいろいろ仕事が難しい感じなんですがね、頑張ってみてください。嘘つかれるのやだよね、やっぱね、雇われてるところに。これはりゅういちゃん、とんでもない嘘かどうか分かりませんが、10歳年下の子と付き合ってた時に10歳年下の子と付き合ってた時にどこかに遊びに行こうと誘ってもなかなか OK をしてくれませんでした。うん、まあ鈍いので後で分かったのですが、
私は彼女の2番目か3番目の男だったようで、メインの彼との約束ができなかった時に僕とデートしてくれていました。予備ってやつね。そうか。三河坊部長もよくそんな手を使っていませんでしたか。使ってないわ。私はそれはしないよ。うん、多分しなかったはずだ。もう忘れてるかもしれないけど。でもそんなね、ダブってる時はないな。うん、めんどくさいから。リクエスト曲、山口百恵、絶体絶命。この曲を彼を彼女に変えたら私の経験にぴったりハマります。ということで、今日はね、あの曲を長くかけられないけどお届けしたいと思います。重いな。内容が。そうか。いや、絶体絶命お届けいたしました。コータ88、100回おめでとうございます。とんでもございません。ありがとうございます。とんでもない嘘をつかれた話ですが、課題を出されてほぼ1週間絞りに絞っていくら思い出そうとしても別のものは出てきますが、何が出てくんだ。何も出てきません。ナンパした女の子をホテルに連れ込んだら実は何がついてたなんてことはこれまで一度もありませんでしたし、窮地に立たされたことすら思い当たりませんが、そんなこと一度は体験してみたいものです。もしかしたら嘘をつかれてること自体に気づいてないだけなのかもしれません。それが本当ならただのお人よしで幸せなやつですが、それだからこそ余生を明るくはつらつなものにしたくてやみません。でリクエスト、中条清の嘘じゃだと誰かがリクエストするので、コメコメの全ては本当で嘘かもね。でしたが、コータ88、また今度それで、実は何がついてたなんてことはこれまで一度もありませんでしたし、そんな方をご紹介いたしたいと思います。神戸のドテピーです。昔クラブで知り合った女の子とめちゃめちゃ意気投合して、お互い陽気飲んでラブホに行ったんです。ホテルの部屋選ぶとこなんか早く何したいからどこでもよくて、部屋入ってすぐからもうペロペロ。空ぶった。女の子にちょっと待ってって言われて、何って言ったら、うち女の子ちゃうねんって言われ、見事な乳してるし声も顔も可愛いし、嘘や言ってたら下半身にごっつい何がついてたんです。ごっつい言わなくてもいいけど、僕今までびっくりした何の持ち主が2人おるんです。1人は前を送ったかもしれませんが、一緒に銭湯行ってしゃがんで床に何がついたやつと、彼女、いや彼、どっちなんだ、明らかに僕より何よりでかく、え、何、さっきまで生き立って吠えそうやった僕の何もビビって縮んでしまいました。そりゃ男か女かは聞かんかった僕は悪いですが、まさかお姉さんがお兄さんとは思えませんやん。まあめちゃめちゃ飲んでた僕も悪いんですよ。可愛いお乳、大きな女の子にごっつい何がついてたらショッキングですよ。ということで、リクエスト、郷ひろみ、男の子女の子お願いします。そんな感じで、男の子だか女の子だかっつう話でした。やりそうなことだと思ったらやっぱり やってたか。たかつ、とんでもない嘘をつかれたといえば、昔自称この流れで読んじゃ、自称 D カップの子と付き合っていざベッドインってなった時、なんかおっぱいでかくないかって思い聞いてみたら、なんと F カップだったんですよ。 ABCDEF で、なんでそんな嘘ついたかっていうと、巨乳ってだけでバカっぽいや感度悪そうってディスられるからなんだって。まあ気持ちはわかるけども、報告義務違反の罰として挟んでもらいました。バカだね。気持ちよかったです、はい、でリクエストはユニコーンのヒゲとボイン。これは今度で。なんかこれ連続で読んじゃった私が悪いな。しおちゃん、とんでもない嘘をつかれたことはきっとあったんでしょうが、今思いつかなくて、自分がやったことなら。やったこと、チワワ男かっこ日本の大学時代の元彼くんと大学から一緒に帰っていた時のことです。チワワはチワワはちょっと日本人離れした東南アジア風の風貌だったので、チワワをマレー人留学生に仕立て上げて、
留学生に大阪を案内する女子大生遊びをやってました、うん、楽しすぎてテンションが上がりエセ片言日本語をいじりつつワイワイやってたら斜め前に座ってたおばちゃんに兄ちゃんほんまは日本人やろとバッサリあっさりとバレました。なんでわかったんだろう。うん、さほどとんでもない嘘でもなかったですね。ちゃんちゃんしおちゃん来週は平年通りの寒さになるということですので皆様ご注意くださいませ、というしおちゃんです。ありがとうございます。なんでバレたんだろうね。マレー人が身内にいたとか違うかなこれは違うだろうみたいな。これは三河部長さん、面白いエロリンコ軽音部員の皆さん、町田の空の下からこんばんは。部員番号795番のご存知、はい、トラック山ちゃんですよ。おばたさんでした。今宵もよろしくお願いいたします。自分が大嘘つかれたのは競艇場の予想屋に金払って次のレースの予想を買ったんですけど、これはしょうがないだろう、このレースは鉄板だよという言葉を信じ船券を買ったらレースが始まり途中で鉄板と言われた選手は失速して最後にゴールしました。狙ったレースは大きく外れて大失敗しました。それ以来予想屋は信じないことにしました。予想屋のバカ野郎、美味しい話には罠がありますよ。皆さんコロナやインフルエンザや風邪にはお気をつけてどうぞご安全にお過ごしくださいね。トラック山ちゃんでした予想屋はでもあれあんまり当たらないとあそこでお仕事をさせてもらえないって、競馬とかそうなんだよね。あの競馬場に予想屋さんがいるんだけど、こうやっていろんなの貼ってさ、こうでこうでって言ってるんだけど、あんまり当たらないと仕事をさせてもらえないっていう話なんだよね。よく詳しくは知らないんだけど、競馬とかやらないからで愚か者リクエストだったんですが、また今度で愚か者いいね。あ、ちょっと待って、今マイクに頭ゴリってぶせちょっと慣れないポジションなもんでね、すいません。さあ今日はいろいろ本当にあの軽いのからエロいのから重いのからいろいろメールが来ていますが、これはね、若い頃に付き合ってた年上の女性、アドラちゃんです。自分18歳、相手28歳、結婚してないしバツイチでもないって3年付き合って両親に会いに行く手前で内縁の妻で三つ子の母親、男は89なんとかの幹部だった、うん、青春返してほしいというね、ドラちゃんです。いやー、そう、三つ子はすごいな。嘘をつかれて3年付き合って、そんなドラちゃんのリクエスト、恋人も濡れる街角をお届けしたいと思います。これ はハロー86番のタカコよ、うふふふ嘘のリクエストいただいたんですよね、はい、タカコじゃない、これね、人には話してないヘビーな内容だから読まなくてもいいわよ、キャハハって書いてあります。ちょっと体調のことなので、これはあんまり読まない方がいいかもしれない、うん、ストレスに弱いそうですなので、優しく、たかこちゃんを優しく扱ってください、皆さんよろしくお願いしますいやー、そうか、そんな気はしなかったんだが、どんどん行くよ。今日はね、読めない人がいるかもしれないんだ。ちょっとこれもヘビー、GP デート 900R たっちゃん、嘘ではないけど36年前純子といつものようにデートしてました。最後にまた明日ねと言われて別れました。1時間後純子の母親から電話が、純子が事故で亡くなったと告げられ、思わず嘘でしょ、1時間前会ったんだよと泣きながら、泣きながら母親に嘘だと言ってしまいました。これが嘘だったらよかったって思っていますというね、これはちょっと切ない話だ。で、夢見る少女じゃいられないをリクエストいただいたんですけども、ごめんね、また今度で、これ昨日どっかでかかったんだ昨日どっかでかかったぞ、私はなんとなく記憶にあるんだけども。そして市川暮らし、なかなかあのヘビーなのが続きますよ、市川暮らしさんの号泣事件の話でございます。とんでもない嘘、一つしか思い浮かびません。
昨年ちょうど今頃、私が熱心に応援している女お笑い芸人さん、彼女のライブを一緒にいつも見に行ってる知り合いの音楽ライブが地元であると聞いたので出かけた時のこと、うん、そこにばったりその彼女、女お笑い芸人さんがいらしてたんです。しかも普段は絶対に履かないスカートを履いたり髪型変えたりバッチリ変装して軽く会釈をしたところ、まるっきり無視。チケット代の代わりに料理とドリンクを頼むシステムだったので、気を利かせてピザを差し上げたところ、首を横に振りながら、私あなたなんか知りませんとばかりに猛烈に拒絶されました。おお、もともとコミュ障なので、そりゃまともに会話してくれるとは思ってませんでしたが、さすがにこの失礼な態度にこちらもカチンときて、帰り際、何ですか、何すかその格好、好きな男に会いに来たからめかし込んでるんですか言い過ぎだよこれ、俺ここいたら邪魔なんすかと問い詰めたところ、おめえ今の言葉聞き捨てならねえな、もう一遍言ってみろと言い返されたので、タバコは吸うし口は汚いに頭は悪いし、おまけに胸は小さい、なのになんで俺こんな一生懸命あなた応援してるんですかと号泣。その場にいた二人を凍りつかせて、逆に私が慰められる、そんな恥ずかしい話ヘビーだな。いやー、市川くらし泣くなスパイダー、そういうことか、いろいろありましたね。人は泣きながら大人になっていくんだよ、もう大人だ、いい大人だそうか、いろいろあるからね。なんとなく女の方のが、部が悪い状況になっていますが今ね一生懸命読んでる時にね電話が鳴ってちょっとビビったんだけどまあいいか、これはねヤーさんです。みんな長いよこれ話。ヤーさん、あ、47年前の今日お誕生日、あ、おめでとうございますお誕生日だよ今日、おめでとうございます。今週のテーマ、とんでもない嘘をつかれた話。私もいろいろと嘘をつくことはあります。でもこんな嘘をついたことはありません。今ではマシになりましたが、私の性格は気にしいのくせに大事なところで空気を読めない、一般に言う痛い子で、それはそれは仲良くしてもらってもう相手を怒らせ、神語、神語ってなんだ、仲間外れみたいな感じかにされることは中学時代までよくありました。そういうこともあって、中学3年生の途中から私が怒らせたクラスの女子数人からストレス解消として嫌がらせが始まり、卒業間近の頃なんかは卒業式の予行練習でクラスごと並んで待機中、女子2人から男子のいる前でスカートをまくられ、我慢しながらも嫌がる私を見て楽しんでいたのでした。女のが悪いね大概ね。スカートめくりが2日目を迎えた時、クラスのリーダー格である男子生徒がもうやめたりやと言って助けてもらいました。その日から卒業式の予行練習はしばらくなかったので、嫌がらせをされることなく数日が過ぎ、中学校最後の球技大会があった日に事件が起こりました。球技大会が終わり、クラスで一番に教室に戻ると、下駄箱にビリビリに破られた紙くずが入れられたのです。私は一体誰の仕業やねん、内容を見たらわかるかなと思ってこうつなぎ合わせてた、だってしたら、先日助けてくれた男の子が、お前あいつに謝れと、その人と仲のいい男の子を指しながら怒鳴られました。私は何のことと怒鳴り返すと、彼は私がつなぎ合わせようとした紙くずを指さして、これはお前が書いたんやろ、ふざけんなと言われました。なんかね、中に、その友人を怒らすようなことが書いてあったらしい。うん、この騒ぎをそばで見ていた嫌がらせ女2人が、ここは怒らせたらあかん、一応謝るときと言われましたが、私は謝りませんでした。謝りませんよねこれはね。ねえ、で嫌がらせ女の一人が、こんなんあるからあかんやね、ほかそうほかそうって言って、私がせっかくつなぎ合わせていた紙くずをゴミ箱へ捨てられ、内容がわからなくなる始末。うん、そうこうしているうちに担任の先生が教室に入ってきたので、この話はそのままうやむやに終わりました。私は次の日から再び始まった卒業式の予行演習では、あ、嫌がらせをが始まって、で助けてくれたその男の子は自業自得やという顔で私をにらみつけ、知らんぷり、あの手紙は私はない、私はあんな可愛い文字は書かへんいや、それはあれだけどさ、うん、で言いたいのに言えず濡れ衣を着せられたまま卒業式を迎えました。これはひどいな。で卒業式を終えて、お世話になっていた先生方と持参したカメラで記念さ
撮影をするためにうろうろしているとその女の子たち2人が来て、ごめんな、いろいろストレス溜まってて嫌がらせいっぱいして、この間の手紙のこと、あれ私の仕業、このまま卒業したら絶対あかんと思って、ほんまごめんな、謝るなら言うなよな、やるなよな、そうです、お察しの通り、犯人は嫌がらせをしたしたいがためにリーダー格の男の子とその友人を使って、それがん、それか仮説ですが、どちらかに気があったのに私を助けたのが気に障ったのかもしれません。へえ、そうなんだ。で、紙くず事件が起こる前にその男の子、リーダー格のその男の子と友人どっちが好きと聞かれたことがあって、好きとか恋愛はないけど、感情はないけど、その何々くんの方が男前かなと当たり障りのない返事をしたら、まあそれが原因、妬みとかね。で、当時の私は純粋だったので、この子もそれなりにしでかしたことを悔やんでるだと思って許しましたが、時が経つにつれて心変わり、あのことを思い出すと人を陥れてなんちゅう恐ろしい女や、絶対に許せんと昔のピュアがどっか飛んでいきました。いやー、そうだね。いや、これはそうだわ。かなり暗い長文失礼しました。いや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 、でもこれはね、やっぱね、あのこういうなんていうの、腹黒いというか女子ありがちだよね、これはね、本当に。いや、なかなかヘビーな話でしたが、まあでもそれはしょうがないか、もうな、もう水に流すしかないんだよな、昔の話だもんな。そっか、ありがとう。じゃあこれ誰、ラジオネームカツ、ドリフターズから新井中さんが脱退した時小学校2年生でした。同年代の友達からハゲを直したら戻ってくるんだってと言われてずっと信じてました。志村さんは中さんが髪の毛がふさふさになって帰ってきて、志村さんはまた見習いに戻ると小学6年生になるまで4年間ずっと信じてました。そっか、そんなわけでリクエスト、ドリフのずんどかぶしお届けします。中さんが髪の毛が生えたら戻ってくると思ってたというね。いいね、カツ。八つ金ライス、私の母は私の年齢は24歳と言ってました。気持ちはわかる。それをずっと信じていた私は小学校でうちのお母さん24歳だよと言って大恥をかいたことがあります。家に帰ってその話を母にしたら 母も苦笑いでした。そんな我が家の妻、三河坊部長と同い年ですが、子供たちに年齢を10歳若く伝えています。あとよく思うのが、嘘をつくとエンマ様に舌を抜かれるよって言いますが、これ自体がとんでもない嘘ですよね。確かにその通り、今日はヒットだよ、やつがね。それから、これは誰、ロビタ、21歳の息子が小さい時にキスと世紀末は本当に悪魔なんだぞということを聞けないあと言うことを聞けない悪い子は老人形にされちゃうぞと言ってました。息子は信じてましたが、なぜかデトロイトロックシティは正確な発音と音程で歌う幼稚園児になってしまいました。いいね。そうか、老人形にされそうになっちゃうからね。焼きそばさん、とんでもない嘘をつかれた話、中条清は折れたタバコの吸い殻で嘘がわかるという本当か嘘か真偽に困る話を聞かされた俺はどうなりますか。ところで職場復帰して社用車来たのはいいけれど、アンテナが壊れててこの番組が聞けません。これは本当、早くパーツが来ないかな、聞いてないんだな。ありがとうございます。息子島、うん、嘘でーす。それだけかよ、息子島。なんだそれ。冬姫先生、もうすぐ2歳になる甥っ子がやっと話ができるようになった頃、うん、出たの？ない。でも出てない？ない。じゃあ見ていいかな？うん、はいはい、しておりましたよ。しかも前漏れ後ろ漏れ。遊びを中断されたくなくて大嘘をつかれました。速攻風呂場に行ってシャワーで綺麗にしました。これからはどんな嘘をつくのか成長が楽しみです。子供はね、遊びたいからね、そういうのやるよね。そうか、親は大変だし、あ、親じゃないか、大変なんですよね、後始末がね。スーちゃん、
嘘はつかれる側の人間で、若いうちは人間不信になってもおかしくないような嘘を何度もつかれ、うん、裏切られて生きてきました。その中でも嘘というか騙された話を。まだ二十歳の頃に友達と有名デパートに行き、友達が見たいというので当時かなり有名だった貴金属店ココヤマオカを覗くことに。友達が商品を見てると店員が私に近づいてきて、一生の宝としてダイヤを持っておくと素敵よなどと話しかけてきました。断ってもずっと話をやめず、話を聞いてるとどうやらかなり希少価値の高いダイヤモンドのネックレスで、うん、一生持つのもよし、だけど不要になったら買った以上の金額で買い取りしてくれるから絶対に損はないということで、ローンを組むのが条件で、ちょっとうさんくさかったけど、二十歳の記念に自分に購入するなら別にいいかと、店員のおばさんのしつこさに負けて100万円のダイヤのネックレス鑑定書付きを購入しました。数ヶ月しテレビでそこの貴金属店が倒産したことを知り、店舗に電話するもすでに撤退した後、倒産した会社のダイヤも縁起悪いと思い鑑定してもらうと、希少価値の高い鑑定書付きのダイヤ、すみません5万円の価値すらないですね、マジかこれ。残ったのは利息がめちゃめちゃついたローンと価値なしダイヤ。絶対に他人は信じないと思った出来事でした。いやースーちゃんこれはきついわ、マジか。なんかでも鑑定書がついてればさ、あれだと思うよね普通はね。そうか。そしてゴロッチさん、昔本屋さん書店に勤めていた時よく来ていたご婦人、私の弟が宮本亞門なのよという方でした。うん、店に来るたびに宮本亞門さんの自慢話をし、結構描写もリアルで、宮本亞門さんにお姉さんがいると雑誌にも書いてあったので鵜呑みにしていました。で、亞門さんのトークショーがあるから一緒に行かないかと誘われて、本当は1万8000円なんだけど私の顔で1万円になるとならいいやで払ったんですよ。その後その人は現れませんでした。騙された話だこれも。やられた。薬師丸2の割と可愛い人だったんだけどな。そこだよゴロさん。そこが騙されるポイントだよ。それからこれよいしょ、とんでもない嘘をつくことも、何疲れたこともついたこともなくぼえっと生きてます。でリクエストだけ、日比谷音楽クラブで22歳の別れ、この間ねゲットしてきたやつ、じゃあお届けしたいと思います。さあ急いでいくよ。ザクロちゃん、高校時代2校上の先輩が大好きで、 A 先輩は学校まで車で迎えに来てくれたり、クリスマスや誕生日や初詣やバレンタインなど門限の6時までの明るい時間はプラトニックで過ごしたりしていたのですが、2年以上も知らなかったんですけども、 A 先輩には同じ学年に彼女がいて、私の親友はそのことを知っていて、私に黙っていただけでなく、ザクロちゃん頑張ってなどと言ってたのに、彼女に頼まれて彼女がかわいそうだからザクロとはもう会わないでと A 先輩に言ったりしていたようで、すごいな、ヘビだぞ。私が親友に対してショックを受けてたところへ、学年一のヤンキーの女の子がなぜか急に私に近づいてきて、一緒に話したり遊ぶようになり、私もザクロちゃんと同じで A さんっていう同じ名前の人が好きで、たまに電話して会ってもらって夜車でいろいろしちゃうんだけど、 A さんには彼女がいるんだよね、だからさ私って何なのかなってさなどと悩みを聞いたりしたのですが、ある時不審に思い、私は彼女の手帳を見てしまい、そこにはザクロちゃんごめんね、いけないと思うんだけど私も A さんが好きなんだよねと、 A 先輩と夜の車の中での出来事が記されていました。おっと、結局私は友達2人に事実を確認することもなく別の友達と過ごすようになり高校卒業しました。一番悪いのは A 先輩に夢中になっていた私だと思うので仕方なかったんだろうなと思いましたが、心臓が止まりそうなほどショックな出来事でした。やっぱりね、どちらかというと女の方が悪い率高いね。そんな気がする。ね。で、滑り込みメール、浜松のマスクをつけたサンタクロース、ミカブーのマスク姿にどうん？どうそう感じますや。とんでもないとかあるとかないとかは別として、浜松からこそりと聞いてたりタースでキャンディーズの優しい悪魔だったんですが、
また今度ね、ごめんね。それから、ジャック会リーダーさんが出席届け、今日も聞いてます。マーボー、お題のとんでもない嘘をつかれた話。湘南にある某通販専門の輸入 CD ショップのウェブサイトでレア版入荷と銘打って1枚3800円で売っていた CD、 欲しかったので頑張って買いました。うん。1週間後たまたま同じショップを覗いたらその CD がアウトレットコーナーに移動されてたので、おかしいなと思ってみたら海賊版でしたとこっそり書いてあって980円になってました。思い出すだけでもムカつく。いや、まあ、これはわかるわ。これね、ネットとかで CD 買うとね、ありがちなんだよね。本当にね、ありがちなんですよ。ショックですわ。私もあったわ。東京市のマンボ、嘘といえば、あ、火曜の夜、御徒町から北千住松戸経由で帰るルートに変えたので、そろそろ車中飲みを企んでいる部員番号1094、闘牛士のマンボです。10分くらい遠回りだけど缶チューハイ1本分浮くんだよ。ところで部長、ジムの成果はどこへ。ジム行ってるよ。行ってるんだけどね、あんまりそのジムの内容をネットに上げても大して変わんない内容なんでいいかなと思って上げてない。嘘といえば、付き合う前バイク乗りだった奥さんの気を引こうと、俺もバイク好きと言って原付のアメリカンバイク鈴木 GN50 を買ってきたのはやっぱり嘘。クラッチとブレーキが難しくて信号待ちするとよくエンストかましてたな。可愛いな、おこの唇のプライバシーリクエストだったんです。また今度ということで、マンボありがとうございました。今日はね、ちょっとね、段取りがね難しいんだよ、いろいろね。100回というのに段取りが難しくて失敗もいろいろありそうで、そんな感じなんですが、あ、もう一つあった、これ昔昭和の駄菓子屋にアイドルプロマイドのあるバッタものの海賊プロマイドのくじ引きがありました。僕が小学2年生ぐらいの頃です。一番人気は天地真理にアグネスちゃんやリンリンラーランの女性アイドルで、しかし毎度当たるのは三好英治か変な色の学ラン姿の藤正樹で、なんでアイドルの中に彼らも混じってるのか今もって謎です、というね。雨とかリクエストだったんですよ。また今度ね、アメ横蓄光堂最高より本当はトラジロかい。ありがとうございました。さあ、時間も押してきたんですけども、来週のテーマは今年のうちにやっておかなきゃということです。今年のうちにやっておかなきゃなんて思ってることなんかあるでしょ。そんなことメッセージお待ちしております。で、部長のカセット、ロックンロールロカビリー、今年の最後のロックンロールロカビリーやりたいと思います。ということで、今週も部活動お疲れ様でした。来週も金曜日の6時軽音部でお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。この番組は葛飾 FM 毎週金曜日6時から生放送中の軽音部のラジカセアーカイブです。生放送を聞ける人も聞けない人もチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムやツイッターもやっていますので、説明欄からフォローお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。